え、マネージャーとしてってこと。ステラブラウンって何？え、それみんなファンも知ってるの？うん、知ってるでしょ。あ、そうなの。ほら、ステラブラウン、ステラブラウンだよって言ってるほらね。え、そうなの。みんなステラブラウンって呼んでるってこと？うん。え、なんかライブとかにも出てるでしょ。そうなの。うん。すごい。え、出てる人見たことある、マネージャーさんで。うん、卒業の時に出てた。名前思い出した。あ、そう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 、新見さんだ。新見さんじゃないもんね、ゆうだから。違うか。新見さん知ってんの？あ、知ってるわ、動画出てたもんね。うん、あの、うん、あの一日見れた。あれ面白かったっけ。めっちゃ好き、あれ。あれ本当に大好き。いや、あの時期は楽しかったね。うわ、懐かしい。その時もめっちゃ誕生日シーズン。ただ、ありがとう。そうそうそう、みんなでお祝いし合いとか。キノコはディレクター。そうだよね、ディレクターさんだよね。誰もありがとう。お祝いしたね。すごいすごい、皆さん。飛行機誰もが漏れるような乗り物じゃなかったから騙しやすい。それはそうだね。え、みんな言ってる、ステラブラウンは有名だよって。え、プリマステラのライブで踊ってたって。踊るはやばい。踊るは本当に知らなかった。え、すごいじゃん、アイドルじゃん。10期ライブ沖縄か北海道でやろう。そうすれば同期全員で飛行機乗れる。じゃあ海外行こう。海外行きたいな、11期で。どこ行く？タイ。ソーリーかー。マリオいたよね。マリオかと。マリオかと思った。君かな。サリガー。マリオすぎる。プチカフェの千葉さん。なんかいろんな登場人物いる。スクショタイム？うん。早くない？みんなやってる？うん、ただ突然に。え？突然に始めました。海外だとこっちが行きにくい。確かに。みんな映り込んで。やばい。やばい、やばいね。アンズが強い格好。ねえ。うん。あ、スクショタイムね、これ。オッケー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 。やっぱ配信中だからね。今大丈夫、映っちゃいけないものとか映ってなかった。大丈夫大丈夫大丈夫。みんな、111 111 ありがとう。え、ネミさんって演劇部出身なんだって。なんでみんなそんな知ってる。みんなの方が知ってるよ、ネミさんのこと。あと 8% しかない。やばいじゃん。じゃあサッカーのことないし。 4% しかない。やば。みんな可愛いじゃないか。可愛いっしょ。え、そうそうそう、3人だよ。え、もう 4% しかない。4% しかないから、もうじゃあ終わろうか。終わるか。ということで、最後まで見てて、あ、ソロも欲しいか。13位あゆみちゃんありがとう。12位ヒーローありがとう。11位イグニールありがとう。10位藤原ありがとう。ありがとうございました。8位 DX 召喚ありがとう。7位花子ありがとう。6位しもしもありがとう。会いに来てくれるの待ってます。ありがとう。4位リバータンありがとう。バブルもね、よろしくお願いします。3位タルさんありがとう。また送ります。ありがとう。1位コーチ、あ、生誕写真、そうだ、生誕写真があります。ゲットしてください。13多分期間すぐだった気がする。お願いします。めっちゃ無理すぎました。12時、朝日ありがとうね。11時、ありがとうございました。小村家の具引き、いがないパーナス、ありがとう。にみさんとプチカフェの千葉さんそっくり。知らないわ、リーナ。そうなんだ。みんなよく知ってるね。9位、くまさん、ありがとう。バブルも送ります。8位、ロンパロク、ありがとう。7位、パンダくん、ありがとう。
6位コッシーありがとう、5位小山ありがとう、4位ネモありがとう、3位現場監督ありがとう、2位 M ありがとう、1位はこれは吉田キラだ、ありがとう、イエイありがとう。え、新見さんのラインスタンプ知ってる？あるの？え、あるよ。あるんですよ実は。知ってるそれ。使ってる先輩いた。ね、先輩使ってる。よく使ってる。みんな。それではまた会いましょう。バイバイ。次回もお楽しみに。次回以上ズーチャンネルでした。でした。バイバイ。バイバイ。バイバイみんな。バイバイ、私も終わります。また見てね。また切って、何ループして固まってたらしい、そこの配信。そうなんだ、えー、じゃあバイバイ。